はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ今回は龍銀ロボ特集です。特集とかでかいこと言ってる割に僕龍銀ロボのアイテム大して持ってないんですけど、ただちょっと珍しいやつ1個ありますんで、それとか披露しようかなと思ってます。さあで今画面に映ってるのが、これは以前の動画にもね登場していた龍銀ロボの貯金箱。龍銀ロボってなんだっていう方もいらっしゃるかもしれないんで、これ琉球銀行さんでいただいてきたパンフレットなんですが、そこの沖縄県の琉球銀行さんのイメージキャラクターとなっております。もう最近はデザインもだいぶアップデートされちゃって、もうこんなにかっこよくなってるんですけれども、実は僕もそんなに詳しいわけじゃないんですけど、このロボットとかね、なんかこれトランスフォームしてんのかな、なんか息子らしいんですけどねこいつが。今日はねこの辺を皆さんにご紹介できればと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。そしてまたチャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。あとツイッターのフォローもぜひ。でこの貯金箱なんですが、かつて琉球銀行さんが、キャンペーンでなんかこう配布したっていう風に、沖縄県民の方に聞いたんですけども、で僕これ漫画倉庫さんで3000何百円で買ったと思うんですけどね、普通そんな値段で買えないんじゃないかなと思います。沖縄初めて来た時だから7年前かな、その時はショーケースの中に2個もあって、さすが沖縄入手しやすいと思ったんですけども、その後ね全然見かけないんですよ。で稼働は腕が回転だけしますね。でこれ最初はこんな感じのデザインだったんですけど、その後大張雅美先生が、関与したりするようになって、CM なんかでもこうかっこよく描かれるようになっていくんですよ。で現在だと、CG で描かれたりしますが、いやでも元デザインはほぼそのままだよ。で大張雅美さんが、沖縄県に強い思い入れを持ってらっしゃるってことは、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですが、これは前もネタにしたんですけど、グラビオンにねグスクルナって子が出てきたりして、沖縄県結構琉球の琉っていう字を使った、名前の方、結構出会ったんですけれども、ルカさんとかルナさんとか、あと男性だとリュートさんって人にも出会いました。ちなみにこれは僕の印象なんですけど、城という漢字を確かにグスクとは読むんですけれども、ただ人の名前で使うときは割と普通に城って読んでると思うんですけどね、城間さんとか、でも地名になるとねグスクマって読んだりするんですけど、僕はこんな認識なんですけども、大丈夫ですかね、合ってますかね、何かありましたら沖縄の方補足をお願いいたします。あと城のつく名字で言うと大城さんがめちゃめちゃ多いですよね。ミュージシャンのガクトさんも本名大城さんですから。とちょっと話それましたが、ここで次のアイテム、この琉球銀行さんと海洋堂さんがタッグを組んだ、レジン製の立体物。こいつの正式名は R2200 でいいのかな、過去に発売されたもので、そんなレアじゃないんですけどね、僕購入してから全然手つけてなかったんで、この沖縄でね開封しようと思って持ってきました。これ大きさは実はものすごく小さいです。一応これシリーズになってて、他の龍銀ロボたちファミリーなんですけどね、そちらも立体物あるんですが、僕はこいつだけ買いました。小さいんですけど非常に精密に造形されております。こういうのを何ですか、 3D プリンターとかで出力されたものなんでしょうか。僕 3D プリンター触ったことがないのでわからないんですけど、ただ僕これ買ってこうやって眺めた時に、とりあえずいいかってしまっちゃったんですけども、今日はせっかくなんでこの本体切り離すところだけやろうかなと思います。表面処理とか塗装は、今日は全然やる気ないんですけど、いずれやる気出るのかな。じゃあそんなわけでニッパーでね、このサポート材っていうんですか、チョキ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 、切り取った姿をこの後ご披露いたします。いやー地味な作業でしたよ。あまりにも絵面が地味だったので、ちょっと撮影はやめちゃったんですけども、これが取れたパーツね。ちょっとヤスリがけとかしてないんで、ちょっとまだバリが出っ張ってるとこあるんですけども、こういう感じになっております。いやでも普通にねこうやって見るとかっこいいロボットじゃないですか。もう頭部の造形も細かいんだけど、
もうこの角とかね、もうヒヤヒヤしながら切り取りましたよ。まあ、買う前は関節動くように改造できないかななんて思ってたんですけど、まあ、そんな夢をね成し遂げるのはいつになることやらって感じです。まあ、あと龍銀ロボで気になるアイテムとしましては、まあ、フルアクション龍銀ロボっていうアクションフィギュアがまあ存在してるんですけど、まあ、これがね7万円か8万円ぐらいするのかな。まあ、今のところ買う勇気が出ておりません。まあ、足の裏が平らじゃないみたいで、まあ、いまいちまっすぐ立たないんですが。で、今話したフルアクション龍銀ロボなんですけど、どうやらちょっと完成品ではないみたいで、あの金属フレームの組み立てと、あとアーマー類を塗装したりとか、まあ、その辺セルフなんで、まあ、でもアーマーだけ別売りとかしてくれないかな。なんかそしたらね、なんかのこうフィギュアの素体に着せるんですけど。とまあそんなわけでね、こちらが海洋堂さんが作った龍銀ロボ。まあ、ちょっとあちこちボディに切り取った跡があってお見苦しいですけれども、まあ、こんな機会もないとちょっと皆さんにお見せできないなと思ったので取り上げさせていただきました。まあ、CG で描かれた龍銀ロボをいい感じで再現できてるんじゃないでしょうか。大きさ測ってみたらなんと6センチ弱しかなかったです。沖縄の海を守れ龍銀ロボ、小さいけど。じゃあもう一つ大きさ比較ということで、沖縄のパンをまたご用意しておきました。まあ、以前は具志堅パンというメーカーさんのパンでしたが、まあ、今回は沖子パンというメーカーさんです。まあ、沖縄のパン屋さんが作った、栃木県産とちおとめを使用したミルクパンを静岡県民が食べるという。まあ、撮影した時はまだ4月入ったばっかりだったんですけどね。まあ、撮影後に美味しくいただいております。じゃこの後はちょっと龍銀ロボの設定的な部分を少しご説明したいと思います。琉球銀行さん、すいません、ホームページを少しだけ拝借させていただきます。でご覧のように家族がいる設定になっております。でこの家系図はあの琉球銀行さんのホームページに載ってるんですけれども、お父さんロボキング龍銀でしょ、あとお母さんロボと、それと兄弟たちで、ここであの注目したいのがやはりこの長男、これ大張雅美さんが描いたグレート龍銀、これ分かりますか、あの肩にね、あの両肩にシーサーがついてます。まあ、この辺の面々は先ほどの海洋堂さんのデジタルガレージキットでも立体化されてるんですけども、僕ちょっとねグレート龍銀はやっぱ欲しいんですよね。でこいつが登場する琉球銀行さんの CM がまたねアニメーションを大張さんたちが手掛けてて、もうほんとかっこいいんですよ。まあ、しかもキャストで早見翔さんが参加してるという、もう早見さんねほんと付き合いがいいですよね。それ YouTube で見れるから概要欄にその動画もリンク貼っときましょう。さらに今回主役の R2200 には奥さんと子供がいまして、この子供がねさっきのあのチラシにもちょっと映ってたと思いますけど、まあ、興味がある方はぜひこの琉球銀行さんのホームページもご覧ください。まあ、そちらも概要欄にリンク貼っておきましょうね。まあ、そんなわけで今回は龍銀ロボだらけの10分間ってことでお送りさせていただきましたが、どうでしょう、このロボット今までご存知なかったっていう方に、まあ、少しでも興味を持っていただけたら幸いです。まあ、琉球銀行さん、なんか東京にも一応支店があるらしいですよ。ということで今回、まあ、龍銀と全く関係のない私がお送りさせていただきました。じゃ最後に、まあ、グレート龍銀って大体こんな顔してますっていうのをちょっとお絵描きさせていただいてお別れしようと思います。まあ、僕のチャンネルのコメント欄には本当にあのモデロイドで商品化希望っていうお声が結構書かれてるんですけども、まあ、僕個人的にはねこの龍銀ロボも、まあ、モデロイドでいかがでしょうなんて思うんですけど、まあ、ぐすまさんある意味大張さんとこう蜜月関係っぽいから、まあ、これはワンチャンありませんかね。まあ、それとまた皆さんからのコメントもね今日もお待ちしております。まあ、前回の動画では宝の旧キットのねボトムズシリーズちょっと組み立ててみたんですけども、まあ、素組みで組むとか言っときながら全然そうなってなかったんですけど、まあ、でもね皆さん、まあ、これいいんじゃないのみたいな感じのコメントもいただけてて、あの励みになりました。今後ともよろしくお願いいたします。じゃあ次回もまた僕のお気に入りのおもちゃで一緒に遊んでください。じゃあその時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。